遠山。体は細く痩せていて、頭部は片方に寄っています。非常にユニークで可愛らしい姿ですが、風化が深刻で、村民は風水への苦労に感謝し、1月9日、5月5日、8月15日などの重要な節目の日に、3種類の家畜の生贄、ちまきなどを供え物として準備し参拝します。